ここは栃木県ツインリンクモテギ。そうです、今日は全日本 GT 選手権なんです。その前座レースに一体誰が出るってん。おい、始まるぞ。始まるの？おい、始まるぞ。陽一は一体どうなるでしょうか。ドリフト野郎はレースで本当に通用するのか、なんつう企画が昔のビデオオプションにはよくありましたですね。そこから上がってきた谷口信さんも今じゃ立派な GT ドライバーだから、 D1 選手ならどうなるか試してみたいじゃありませんか。帰ってきたドリフト野郎挑戦シリーズ、今村陽一くんのアルテッツァレース参戦記。そうな、ギリギリで見ますね。遠いな。陽一、おい陽一くん、ここだよ、ここだ。よし、ここで止まるんだぞ。お前何やってんだこんなところで。大体よ、お前、おい、俺は大体ドリフト嫌いなのに、お前大体ドリフトやろうがな、こういうレース出るなっつんだよ。ドリフト嫌いだから来てんだろ。俺の GT 取りに来たのか、お前。おバカだれ、お前うるさいよ、お前。お前もう帰れよ、もういい加減にな。お前陽一、赤ついたらスタートする。赤ついたらね、赤ついたらスタートする。赤ついたらね、OK。 ねえねえねえ、赤がついたらいけって言うんだけど。そうだ、赤がついたらそうだよ。普通だよ、本当に GT みんなそうだよ。本当に、うん、分かった分かった、赤がついたらいける。赤ついたらスタートして、青ついたらブレーキ踏んだよ。おい、何やってんだよ。おら、おい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 、おら、おいですよ。おら、ここ通過点なんだよ。お前はなんでこんな後ろにいるの。何度見てよ、これ、本当に水槽なんだよ。言葉喋れよ、俺は通過点ですよって。うるさいよ、ほんとに。通過点なんだ、お前。今トップドライバーだぞ、お前。ここに来たらアマチュアだろ。頑張れよ、フォーメーションからスタート。このフォーメーションからスタートだと思って練習しろ。みんなに聞こえてるだろ、バカだな。みんな知っちゃってるだろ、そんなこと。今村、お前にしか聞こえないように言うからな。みんなに分かっちゃってるだろ。すいません、ご退場お願いいたします。今村、遠くから聞こえないように言ってやるからな。やっぱ下手だな。ドリフトは上手いけどね、やっぱ下手。俺せめて15番手ぐらいに来るかなと思ったけど、やっぱ下手。本人は頑張ってるらしいです。本人はこの結果に満足してると言ってました。俺らだってデビュー戦こんな後ろだったこと一回もないもん。俺も言った、今村に22番なんか取ったら帰ってますよね。帰ってますよね。19番、うん、映ってないよ、ここに。26 25 24 23 22。ああ、なるほどね、俺ここだ。そんなの決めんなよ。あと5秒前。レッドブストアブラックアウトキャラクターのブラックアウトブラックアウト。大混戦の中、今村陽一が陽一がどこだよ。こんな後ろかよ。なんとか1コーナーを通過。アルテッタレース最高級の無線システムを使用しております。今村に聞こえるかどうか。掛け声はいいんだけどね。ほら、相手は何年もこれやってんだから、そりゃなかなか抜けないよ。後ろがあまりにも接近したまでですね、立ち上がりで左足でちょこっとブレーキを踏んでですね、一瞬アクセルを抜かせる作戦とかですね、そういうことをよくやってたっていう話を聞きました。本当かどうかわかりません。多分嘘だと思います。こういうことはしてないと思います。そんなことしねえよ、横に斜めすっといてアウトに怒り出すんだよ。自分で言っちゃいました。おお、見事なツイ
ようやく抜き方が分かったようです。しかしもう前には誰もいません。初めて掲示板にゼッケン19が点灯しました。よーし頑張るよ、一この調子でガンガン抜くんだ。あら、こりゃ無理だな。がホームストレートに来た時にはもう見てない。レース終了。結局22位スタートで17位までポジションアップ。ママが4台入れたいや。じゃあ1台も抜いてないじゃん。お疲れです。見てた。いや本当にジュームがいいとね、本当にいい戦いできた、本当に。谷口先輩だからね。おい、GT の話じゃねえんだよ。見てた？見てたかって聞いてんだよ。万能チーム最高、本当に最高のトップから来て。ドリキンに頑張ってほしいね。